ばんは、よっとよっと、皆様こんばんは。皆様こんばんは。こんばんは。ね、そう、ミュージックブラッド、ありがとうございます。世界で最も美しい顔100人にノミネートされてたね。結構前から知ってたんですけど、なんかインスタでなんかメンションされたのかな、なんか忘れちゃったけど、なんかで知ってて、違うわ、ショールームのコメントだ。メンションってこれ映ってますよってやつだっけ。33分22秒でいきます。そう、そんなそんなさ、そうですかね。みちゅみちゅみちゅでした、ありがとう。そうかな、そんな美しいかな。公園見に行ってました、ボタンが外れて、レオの衣装が見て、あはありがとう。なんか特に美人に見えてきた。そうですよね、きっと。なんて言ったらいいんだろう、周りの声って洗脳になるもんね。美しさの基準は人それぞれ違うので、でもそのある方の基準で選んでいただけたことはとてもとても嬉しく思ってます。あ、やばい、トンネルしちゃった、持ってたのに。誰が決めたんやろ、あのね、なんか映画の人らしい。トミちゃん見てたけど最高でした、ありがとう、嬉しい。今日の公演でミチさんのパフォーマンスに心打たれました。本当？ありがとう、嬉しい。 DMM で見てたけど前髪いい感じに、そう、もじゃもじゃの時のチャコみたいだったって言われた、親に。こんばんは、これ楽しかった、ありがとう。いや、久しぶりの公演でした。不安もありましたが、
シーブリーが今日も関係者席アクターズデーだったの。多分そう。パセがミチを大絶賛してた。本当？パセリー、パセリー見とけばよかった。配信次3722でいきます。ガラス一の番号先できれい。本当ありがとう、見に来てくださって。なんかなかなか難しいって。平日ってやっぱり来づらい日でもあると思うんですけど、でも思ってた以上に見てくださってる方が多くてありがたかったです。チョコカットした、まだ見せてないよね。とてもとてもそれはもう可愛くなりました。マイコジ先生ちょっと後で見るわ。力分かるね。見せてる公園見に行きたくなった。ほんとありがとう。明日5時台起きなんですよね。準備も何もしてないし。怖いよ。大丈夫かしら私。こんばんは。準備をしてないというのが一番の懸念点。いつも早起きしてる。うん。でもこうさ、なんて言ったらいいんだろう。してるけども、この一歩遅れたらもう遅れますっていう中の緊張感って、パないでしょ。受験です。ありがとう。確かに。うん、待たせてごめん。待たせてごめん。ミコです。楽しんでいきましょう。ありがとう。前髪切ったんですよ今日。増やしちゃった、伸ばしてたのに。いいんです、ありがとう。あっ、ちょっと待ってね。よいしょーい。太陽星座は魚座で、社会で見せる自分は柔軟性があって感受性も豊かで、音楽とか芸術に向いてる人に多いです。月星座は獅子座なんで、スポーツとかの競争、
舞台で堂々と表現することに向いてます。かっこ女優に多いタイプ。魚座が大きく分けた4つのグループの中で水星座なので、感性とかを大事にしてて、人と心がつながると安心する人たちです。優しくてでも結構ナイーブで他人に影響されやすいです。獅子は勇敢で自分のポリシーがあって自信があるんですが、太陽との組み合わせを考えると心の中では堂々と構えてても表では少しシャイになっちゃう感じです。心には火があっても前に出ると水で消しちゃうイメージですね。って来たんですよ、愛子寺先生からの診断結果。なんか絵文字とかもつけてくれて、なんかすごく嬉しかった。どう思います？合ってると思う？なんかね、この太陽星座月星座っていうのが生まれた日と時間とかでも変わってくるらしくて、生まれた時間。そうだから魚座はみんなこれじゃないんですよ、みんなこれなわけじゃないらしくて。そうそう、だから皆さんももしね、自分が生まれた日と時間までなんかある程度分かっとけば、愛子寺先生分かる、まあ分かりますって。生まれた時間不明だとできないのか、不明だとぼんやりしてるんだと思う。多分太陽星座は分かるけど、月星座の方が多分分かんないのかな。逆かな、らしいです。次4422でいきます。何枚出し必要ね。それはもう愛子先生の口によりますよね。ペロ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 って言えるか。でもその向いてるよってさ言ってもらえたら、なんかさ、え、向いてるんだって、向いてたんだって思えて自信につながるよ。根拠はないっていうかさ、ある根拠があるものだけど、目に見えた根拠というか、なんかさ、なんて言ったらいいのかね、とかではないけど、みちみちみちだ、ありがとう、言われたらなんかそう思えてくるかもみたいな。本人曰く30枚でも足りませんって言ってた。あららら、ですって。でもどの占いを見ても結構そう同じこと書いてるんですよね、芸術系って。他の方をさ見たことないので、他の方の診断結果、自分のページしか見んけんあんま分からんけど、なんかね、全部がそう書いてあるんだったらさ、当たってるっていう気持ちにはならないけどさ、たまたま向いてるよって言って言われてるやつと同じことをしてるってなると運命ってなるよね。みんな芸術系で出るようになってんすよ。
そうなのかな。それはそれですごい世界。こんばんは。世界で最も美しいが、ありがとうございます。しょんなしょんな、美しく言おうと思います。言っていただいたからに4722でいきます。次、スタジオくんお疲れ様、めっちゃ楽しかった、スタジオ最高、ありがとう。長所教えてって言われたら言えますか。私の長所は好奇心旺盛なところで、どんな物事にも積極的に取り組みたい、あんまりマイナスな風に考えないので、そうですね、そこが長所ですし、与えられた仕事は話しかけファンの方に言うとか、あ、入社試験しちゃった、与えられた仕事は全てにやりがいや、その仕事の素晴らしさを発見して、物事に取り組んでいけるところが長所だと思います。ほんとうらとい、結果は多い、無難な答えじゃ今分からんかも。あ、じゃあ今の無理、水着の仕事来たらどうすんの。まあでもそれが来たってことは、そこに誰、自分の私のそれに誰かが需要を見出してくれたからこそ来たってことだと思うから、ね、やっぱ求められてるなら返したいってなりますよね。まあまだないので、まだっていうか今後は知らないですけど、今はない、今のところないので、まあ最近室内部始めて押してます、ありがとう、嬉しい、 Thank you。 当たりましょう。次51分22秒に室並べしますので、ぜひ22秒になった瞬間に押してくださったら、もしかしたら当たるかも。5122、手の横側だけの写真集しかもこっちが好き、こっ
ちじゃなくて。こんばんは。毎月送られてくる未知のパーツの写真を組み立てたい。ディアゴスティーニやないかい。明日6時間もよろしく。お、お願いします。みちゅみちゅみちゅでした。ありがとう。あれなの、名字こと。ここ。あ、めっちゃペンライト振ってくれてる。わいわいわい。こんばんは。うちの時は止まってたね。チョコの写真し、いやー出したい。早急に出したいですわ。それは明日15枚投げて1枚しか当たらんかった部があって嬉し悲しかった。犬の気持ちの表紙なってほしい。本当に親バカです。パイプハンガーもう作ってるよ。パイプハンガー報告してなかったですね。初感は小指。怖いよ。詰めてるよ。うんうんうん。ああ。トンネルした。今日は目が合った気がして嬉しかったです。いつも目合わせてるつもりなんですけど。見てくれてたってことですね。あなたが私を。ちゃまちゃこの絵本、あれちゃまちゃこの方が需要あるな。あれあれ、こんばんは。めっちゃ便利このパイプハンガー。良いです。次5422でいきます。そっか、5959ギリギリかもね。みちみちみちです。ありがとう。うん、キュッ。まあ、なんかさ、めっちゃ最近の舞台一緒に出てらっしゃった方々とか、あのツイッターのさスペースやってたからさ、いいなと思って。私もラジオしたいんで、でもこれはラジオ配信禁止だからさ、絶対に顔を出さなきゃいけないというあれがあるんで、まあ、顔じゃなくてもいいかもしれんけど、手元だけでもいいかもしれんけど、そうラジオ配信ダメだからさ、スペースしたいなって思ったんですよね。何を語るかは分からんけど、なんかなんかゆったりとした場にできるかなって思って、やっぱジョーカーの使い道が、スペースはやってもいいってこの前ね、そうやってもいいらしいです。
顔だけじゃなく声もつ写真だけ出して配信してる人はフリーの人かな。いや、うん、うん、ショールーム上はいいんですけど、このグループ的に。あー、やめて、やめて。おー、やった、ジョーカー出せた、嬉しい、ありがとう。またね。終わったよ。じゃあ最後5959にいきますね。こんばんは。確かに。メンバー同士の深夜スペースなら聞きたい。いや、それは無理やな。12時で切らなきゃ。怒られちゃうんごです。明日はちょっとだけだね、直接会えるの楽しみに。お、関東楽しみですね。スリムになってさらに可愛かった。そう、なんかめっちゃ痩せたって言われる。明日少しだけど初めてのお話か。待ちしてます。ありがとう。ねえ、ファーストしたアリアン会えるの久しぶり。あら、そうだっけ。見るたび綺麗になる。本当？ありがとう。それでは壇上を読んでいきますね。ちょっと話すの4ヶ月ぶり。そんなに？ここで話してるからね、毎日。わかんないよ。皆さんの顔を思い浮かべながらコメント読んだりしてるというか、コメント読んだら顔が思い浮かぶので、毎日会ってる気分でした。それでは男女読みます。22位高優さん、21位ジェイポグ香港さん、20位ライザンさん、19位福山のあきさん、18位トントン21さん、17位モモルンさん、16位エサッシーさん、15位恐ろしゴリラさん、14位シギさん、13位アモズさん、12位ジョナナニカウェグレさん、11位エムケンさん、10位長谷川さん、9位キャスパーダイくんさん、8位マサジさん、7位ブルーノさん、6位ブルース、ブルー、6位ブルーさん、5位ホジュさん、4位テリーピーさん、3位坪井ゆうすけさん、2位マサさん、そして1位はドゥルルルンジちゃん、ナッカンさんでした。ありがとうございます。お、皆さん1週間お疲れ様。もう、それでは最後七並べして終わります。皆さん動揺してないよ。名前が似てたから、あれ合ってる、間違えたってなっちゃった。ブルーノさんとブルーさん、口が回らんわ。では早起き頑張ります。ドキドキの早起き。バイバーイ、ありがとうございました。またね。配信見てくださった方、来てくださった方、ありがとうございました。また明日お会いする方、お会いしましょう。バイバーイ。